こんにちは、モノモースです。今日は、日本の芸能界が揺れている問題について話していきたいと思います。それは、ジャニーズ事務所の小ジャニー北川氏が、所属タレントに性的加害を繰り返していたとされる問題です。この問題は、日本国内ではみんな知ってたけど、誰も何もしなかった、という感覚が強いと言われています。まず、この問題の背景を簡単に説明します。北川氏は、日本ユースの芸能事務所、ジャニーズ事務所を作り上げ、数々のビズスターを生み出しました。しかし、彼には何十年も性的加害の疑惑が付きまとっていました。 そして、この問題がついに表面化し、北川氏のメインに当たる藤島ジリー稽古社長が性加害を認め、社長を辞任しました。さて、ここで私の意見を述べます。この問題は、単に一人の権力者の問題だけではなく、日本の芸能界全体、そして社会全体の問題だと思います。なぜなら、北川氏の性的加害の疑惑は何十年も前からあり、それに対して誰も何もしなかったからです。これは、権力者に対する恐怖と、沈黙の文化が絡み合った結果だと思います。また、この問題は、芸能界を目指す少年たちにとって、スターになるための 暗黒の大将だったという側面もありますこれは夢を追い求める少年たちはその夢を握る権力者によって利用され性的加害を受けるという非常に悲しい現実を示していますそしてこの問題が明るみに出たいまジャニーズ事務所はどう変わるべきなのか新社長の東山氏自身が性加害疑惑を取り沙汰されているという事実は事務所の根本的な改革が必要であることを示していますまた被害者の保障と救済に自ら当たるという藤島氏の言葉を私たちはしっかりと見守るべきだと思います最後にこの問題を通じて私たち 私は何を学ぶべきなのかそれは権力者に対する恐怖と沈黙の文化を出発し被害者の声をしっかりと聞くことの大切さだと思いますそして夢を追い求める少年たちはその夢を握る権力者によって利用されることのない社会を私たちは作り上げるべきだと思います以上モノモースの意見でした皆さんもこの問題についてどう思うかコメント欄で教えてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう